菅沢の之は日本のプロバスケットボール選手である。茨城県出身。ポジションはスモールフォワード。B3 リーグ長崎ベルカに所属している。茨城県出身。土浦第二小学校でバスケを始め、土浦第一中学校から家庭の都合で沖縄の中パク中学校に転校。石川高校では 全国大会での実績を残せなかったものの、1年間の浪人生活を経て、鹿野体育大学に進学。3年時に手首を骨折しインカレなどの欠場を余儀なくされるも、4年時の2009年インカレでは、信平ひら光津き、昌平、落合智也やらを要する法政大学を破り、チーム史上初めてのベスト8進出に貢献した。 大学卒業後一旦は教職に就いたものの、プロ選手を志し数ヶ月で退職。リンクとチュギブレックスと契約を結び、その下部組織の JBL に TGD ライズに加わった。D ライズでは、ブレックスの試合のグッズ販売の手伝いなどをしながら、プレーを続け、2010から11、2011から12の2シーズン在籍した後、退団。2012年6月、 PJ リーグドラフト会議の一巡目で、群馬クレインサンダーズ、埼玉ブロンコス、浜松、東三河フェニックスの3球団に指名され、抽選の結果群馬に入団。2012から13シーズンは28試合に出場した。2013年、秋田ノーザンハピネッツに移籍。秋田では主にチェイスマクファーランドラビックマンと交代する形で途中出場し、 外国籍選手相手をインサイドで防ぐ役割を担った。2013から14シーズンは全て途中、出場ながら46試合に出場し、ヘッドコーチの中村和夫は菅沢を影の功労者と称えた。またこのシーズン菅沢は、ベンチでもチームを盛り上げるため、シーズン開幕前に見た高校野球の選手たちの動きをもとに、チームに得点が入った際に両人差し指を立てて、 両腕を頭上に突き上げるポーズを取った。この動きを周囲の観客も自然と真似るようになり、いつしか秋田を応援する観客たちのほとんどが得点のたびにポーズを取るようになった。2014から15シーズン、新たに秋田のヘッドコーチに就任した長谷川誠は、それまでインサイド中心に働いていた菅沢にアウトサイドでのプレーも要求した。結果、 田口茂弘や大塚ヒロドラとのポジション争いにさらされることになり、このシーズン、出場試合数は24に減少した。その中でも2015年4月26日の埼玉、ブロンコス戦では26得点を挙げ、ダンクショットも一つ決めた。2015から16シーズン、11月29日の岩手ビッグブルズ戦では、前日に足を痛めた。 田口の出場時間を補う形で23分間出場し17得点を決め勝利に貢献する。試合後、ヘッドコーチの長谷川は勝因に菅沢の活躍を挙げた。菅沢はこのシーズン47試合に出場し、1試合あたりの出場時間も10.6分に増やした。二千十六から十七シーズン、BJ リーグと NBL が統合して、 B リーグが発足し、リーグ開幕戦はこれまで公式戦の対戦がなかった、リンクとチギブレックスと対戦することになった。9月24日の開幕戦で、菅沢はスリーポイントショット2本を決め、勝利に貢献した。シーズン終了後、岩手ビッグブルズに移籍。2018から19シーズンは、仙台十9アーズ、2019から20シーズンは、 富山クグラウジーズに所属した。2020から21シーズンは日本人選手短期契約ルールで京都ハンナリーズに加入したが2020年11月15日に契約が終了した。ありがとうございます。